はい、皆さんこんにちは、マーチです。1、2、皆様明けましておめでとうございます。2022年幕開けいたしましたね。9年中は、皆様にも大変お世話になりまして、皆様のおかげで、このチャンネル続けることができております。本年も変わらぬご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。はい、皆様どんな年末年始をお過ごしでしょうか。私はこれから、大正ごと奏者として、イオンモール幕張新都心へ向かうところでございます。その前にね、この動画を撮ってるわけなんですけども、この後、生中継でね、舞台袖から、出るところから、お送りする予定ですので、その辺もお楽しみにしていただければと思います。はい、1年の最初ですので、これからどういうふうにやっていくかというお話もね、しながら簡単に、終わりたいと思いますが、今年は、1月から12月まで、予定がびっしりって言えればよかったんですけど、まだ予定が入ってない月もございましてね、1月、今月はですね、今日と明日、イオンモール幕張新都心にて大正ごと奏者として和の祭典というところに出演します。それから1月の22日土曜日に東京は森下のスタジオにて、マーチの大行進4歩半 in 森下という川手義弘ピアノリサイタルというのを行います。ベートーベンのピアノソナタ8番9番10番を演奏いたします。それから2月のね、26日だったかな。そうですね、2月の26日にフラワー合奏団というリード合奏の合奏団があるんですが、そこの35周年を迎えるので、創立ね、そこの司会とピアノを頼まれておりまして、そこでも一曲演奏することが決まっております。はい、それから3月19日、これは、マーチの大行進第5歩ということで、これは教室のね、生徒さんの発表会にできたらなと思っております。はい、それから、4月がまだなくて、5月もなくて、6月の、4日、これ土曜、また土曜日ですけども、マーチの大行進第6歩というのを行います。これは、マネージャーはクラリネット奏者ですんでね、クラリネットの演奏とのコラボもこの第6歩で考えております。はい、で、9月ですね、9月にごめんなさいね、覚えが悪いもんですから、はい、9月の10日、マーチの大行進第7歩、これをお届けいたします。あっと驚くような内容で、お届けする予定ですので、この秋の第7歩、お楽しみにいただければと思います。それから12月、まだ予定は決まっていませんが、いつものマムライスさんで、やって、第8歩をね、やって、で、またどこかで、やろうかとも考えているんですが、いきなりホールでやるかもしれません。第8歩は、ベートーベンのピアノソナタの第11、12、13、14番、これをお届けいたします。13番は幻想曲風、まあ、14番も一括りでそう呼ばれてるんですけどね、14番は今は月光という表題で親しまれております。その4曲をやる予定でございます。はい、また、新年のライブはね、またいつやるんだっけな、8日の日を予定してますんで、その時に、まあ、詳しくお話しできればなと思いますが、今日は、とりあえずご挨拶まで、ね。はい、いつもマーチを応援してくださってありがとうございます。これからも応援よろしくお願いを申し上げます。はい、それではまたイオンモール幕張新都心でお会いしましょう。マジでした。ありがとうございます。よろしくお願いします。